する必要はないと思うんだけど。それよりランハも講義を受けに来たの？うむ、忍者の見解は大体同じだ。この講義と呼ばれる道場には裏があるに違いない。それとこの地には邪水が出現する。忍者さんの皆は慎重に慎重を重ねて行動するように。集まったようだな。ではバナイクの時間だ。今回の講義の内容はキャンパスを皆の好みに合わせて飾ることだ。皆これを持っていけ。無境を構成する物質は現実とは異なる。つまりドリームメイクも当然現実の建造とは勝手が違うということだな。今君たちが手にしているのは木質によって作られたビーム染料だ。その染料でこの壁に絵を描いてみよう。テーマは私、それと皆が大好きなバナーメモンキーだ。つまり講義の内容はお絵かきってこと？いやいやいや、そこの君、ドリームメイクとお絵かきは大きく異なるぞ。そうだな、私が手本を見せてやろう。バナ、わあ、一瞬で絵ができるなんて魔法みたい。心を落ち着かせ、作り出したいものを頭の中で形にする。感情と材料を共鳴させれば想像したことを夢の中で実体化させることができるのだ。これがドリームメイクだ、バナ。なるほど、バナ。え？バナナナ、心配は無用だ。ミーム染料は見た者の感情に影響を及ぼす。どうやらこの絵を目にしたことで君はよりバナ語を理解できるようになったようだな。素晴らしい。お手本はここまで。さて、試してみたい人はいるかな？どうなってんのこれ。口が勝手に動くなんてこの講義やっぱりヤバいのかも。俺が探りを入れてくる。でももし炭鉱までバナバナし始めちゃったら目立ちすぎない？やっぱりうちらが行くよ。ほら、うちもこの子も真面目じゃないし、お笑い草になってもそこまで目立たないでしょ。何カッコつけてるの？行くよ。バナシ、うちらそれやってみたい。私も試してみたいです。いいぞ、上がってこい。よくできたものには単位をあげる、バナ。
早く書くんだ。もたもたしてると講義が終わってしまうだな。まずは心を落ち着かせる。そして作りたいものを頭の中で形にして、バナナ。茶色嫁だ。練りぶしさひ、とひのうほい。わみきのぐそち、しゅいせいきゅ。おみごしゅうしゅうしゅう、おうごのもるく。なんそがみき、なんこでろごとちゃしくしょでめだ。バナナ。のいけいわりさてんまだ。のちたしたは二代あるわ、のうめんうおりさく。二冠なるさは、てれらきちたかすでのもるな。最後に感情と材料を共鳴させる。完成したのか。そろそろ時間だ。早速採点を始めよう。この作品、なんだこれは。ゴミ箱しかないじゃないか。猿はどこに行った。猿はこんなのは0点だ。と日のうほい、のみき人作さわるすしゃんく、と石だた男たんも、くぬらつわいせし、のこばみごよりこ。では次の作品を見てみよう。これは何ばな。忍び六宗匠、なんて力強い標本だ。瑠璃忍者さんは実質上忍だったのだな。そうじゃなくて、ドリームメイクのやり方と六宗匠の作り方が似すぎてて、うまく区別できなかっただけ。すごいバナ。短時間でこれほど大きな作品を作り出せるなんて、プロのドリームメイクモンキーに匹敵する腕前だ。わあ、ミスターレックは嘘ついてなかったんだね。うちは本当に天才だったんだ。だが0点だ。なんで。氷をこんなに出して何になる。重要なのはバナーネモンキーだ。たとえプロのドリームレイクモンキーでもクライアントのリクエストには従うべきなんだ。なんでよ。自由が大事ってバナフェッサーも言ってたじゃん。そのリクエストは全然自由じゃないし。君に講義でいたずらする自由があるなら、私には0点を与える自由がある。これで十分自由だろう。気候で目立とうとした代価だ。おお、下がるだろ。理不尽。
最後は、ん？何もないではないか。バナーネモンキー、バナーネモンキー。もういい！口はバナナを食べるためにあって、ドリームメイクに使うためのものではない。拍手は0点だ。待ってください、もう少しだけ時間が欲しいです。バナーネモンキーへの愛がなければ時間がいくらあったところで書けないだろう。そういえば君はクラスで成績最下位だった、バナナ。違います。下から2番目も何回か取ってます。はあ、君のような学生を見てると心が疲れる。木登りの才能がない猿は永遠にバナナを手に入れることはできないのだから、自分をここまで追い詰める必要なんてないだろう。早いところ現実に向き合い、この道を諦めた方がいい、バナバナ。君には理解できないだろう、この言葉に包まれているバナシの愛。なんといっても君とさっきの学生には才能がある。だが白紙を提出した彼女にはそれがない。永遠に手に入らないものを追い求め、いくら走り続けたとしてもただ幸せから遠ざかっていくだけだ。諦めろ、諦めるんだバナ。お主、話は終わったか。終わったのなら目をこっちに向けるといい。何？君は誰だ？いつ上がってきたんだ？待て、それは何だバナ？これはローラン封印だ。ではご評点願おうか。教頭、邪水さん。何が評点だバナ、消せるのだろうな。これはスイーツニントさんが心の中で想像している風景だ。先ほどお主が振り返った瞬間、彼女の心からインスピレーションの泉が湧き溢れた。その間わずか 0.1 マイクロ秒、拙者のスーパーアイサイトをもってしても捕捉することはできない。何、いい加減なことを言っている。これは君が書いたものだろう。焼きサーモンは泳げない。同様に忍者も言葉で人を惑わせない。スイーツニントさんに必要なのはほんのわずかな手助けに過ぎない。ならば拙者が絵筆となり、その修行の助けとなろう。そうだな、スイーツニントさん。え、それは銀河忍法帳にもこう書かれている。蛇は足がなくとも移動でき、マンタは翼がなくとも空を飛べる。お主の決心がついたなら当たって砕ける覚悟を持って叫ぶんだ。巨頭、邪水さん。使徒は道を伝え、義を授け、迷いを解く者。そんなお主が忍徒の忍道を軽々しく否定するなどしてはならない。そうだよ、いくらなんでもさっきのは言い過ぎだって。それにうちの六層兵だって悪くないじゃん。頭きたまな、学外の野良猿め。講義中の秩序を乱すだけでなく、へりくつで私の学生たちをたぶらかすとは。出て行け。出ないと鉄拳指導で君、それと君たちのような騒がしい学生をまとめてバナ育してやればな。うちらとは関係ないでしょ。
ようやくその残忍な本性を表したか。ならば拙者も壮絶狩猟を始めるとしよう。バナシスタントたち、かかれ！狩猟が来ているのを懲らしめるなら！攻撃中に暴力振るっちゃダメでしょ。これはバナイク、暴力もバナイクの一環だ。目は巡る、いずれ風に吹き落とされる。みんなを守って。落ち着いて。では、拙者が忍びマントラを読んでやろう。法の定めがどうであれ、暴力振るえば返されて、これすなわち因果応報。君、もう十分だろう。彼はもう壊れている。諸君、申し訳ない。バナシの管理が至らず、諸君には迷惑をかけてしまった。お主がこの折紙村の村長か。村長？そんな大それたものではない。私は一階の教職員に過ぎないのだ。大学の主はいつでも学生諸君の方だろう。ドリームメイクデザインの講義にトラブルが発生したと聞いて見に来たのだが、まさかスイートドリーム劇団たちが暴走していたとは。改めてお詫びしよう。だが君は見ない顔だな。もしや折り紙大学の学生ではないのか。そういえば、正体不明の密航者がピノコニーに潜り込んでいると聞いたな。ピンクの髪に赤い服、そして燃えているようなスカーフ。君の見た目はハウンドの目撃報告といくらか似ているようだ。回りくどい言い方をする必要はない。単刀直入に言ってくれ。私が言いたいのは、その密航者が本当に悪事を企んでいるのなら、わざわざ折り紙大学で講義を受ける必要はないはずだ。君はただの熱心な学生なのだろ。え？どんなバナナの苗木にも実を結ぶ可能性がある。それはつまり、全ての人に平等なバナイクを受ける権利があるということだ。折り紙大学は自由だから、君は好きに聴講すればいい。しっかり勉強するのだぞ。さあ諸君、新入生を歓迎しよう。バナシに逆らうなんてすごいじゃないか。かっこよすぎるよ。俺、ずっと気に食わなかったんだ。なんで忍者を名乗ってるの？あなたが住む星には忍者がいるのかしら。拙者だけの忍法だ。残念だが、他の者はマスターできない。しかし、時が経てば、お主も自分だけの忍道を見つけられるはずだ。
宿命とはバナナの皮みたいなものだ。私たちは囚われた果肉のように永遠にその束縛からは逃げられない。あちゃ、騒ぎが大きくなっちゃった。ヤジウマがたくさん集まっちゃってるよ。あら、教師と喧嘩したっていう学生はどこ？まさか見逃しちゃったの？あ、モンタナ！わあ、ナノカメラさんじゃない。それに炭鉱さんとビッグスターさんまで。また会ったわね。その、やっぱり美月なのかって呼んでくれない？このハンドルネームは適当すぎるし、ちょっと恥ずかしいかなって。いいわ。じゃああなたもこれからは私をモンタナではなくホモハビリス426と呼んでね。ホモハビリス 426？ そうよ、バナーネブっていう折り紙大学で一番人気の部活に入ったの。ホモハビリス426は私の部員名よ。これは部員番号よ。誰もが自分だけの唯一無二の番号を持ってるの。バナーネ部はバナーネモンキーのファンが集まる部活で、そのメンバーにはうちの学生だけじゃなくピノコニー中から集まってきたバナファンもいるのよ。私たちはお猿ちゃんのグッズを作ったり、バナーネモンキーの展覧会を開催したり、定期的に校外活動も行ってるの。どう？みんなも興味あるなら内部推薦してあげるわ。あー、なんだか面白そう。入部したいな。うちらを推薦してよ。もちろんよ。でも入部するには厳しい審査をパスしないといけないの。それに一度に推薦できる人数も限られてて、もし美月さんを推薦するなら二人は。俺は不要だ。じゃあこの貴重な推薦枠は美月さんにあげるね。ちょうど今日の午後に校外活動があるの。とある謎の場所に行くって言ってたから、もうワクワクが止まらないよ。やった。あ、二人ともうちょっと話したいことがあるんだった。終わったら入部手続きに行こう。さすがうちら、息ぴったりだね。あの猿って学外の活動グループまであるんだ。ますます不気味。せっかくのチャンスだし、うちが潜入捜査してくるよ。一人で大丈夫か？大丈夫だって。単独行動の方が警戒されにくいし、それに学校の方も誰かが見張ってないとでしょ。ここからは手分けして行動しよう。くれぐれも注意を怠るな。任せなさい。あんたも気をつけてね。それじゃあまた後で合流しよう。美月の無事を願おう。先ほどのバナフェッサは明らかに話題をそらそうとしていたのが気になる。ランハを探すぞ。彼女の意見も聞いておきたい。バナ、何の音だ？バナーネモンキータグがついている。ウェルス学部黄金バナヤ。お前たちが買ったぬいぐるみか。なかなかユニークなデザインだ。バナバナナナナ。逃げたな。どうする？なら先にぬいぐるみを捕まえるぞ。あのぬいぐるみ、まるで生き物だ。この方向はウェルス学部。
ランナ、いつの間に。待ってください、お姉さん。私はお猿なんて言っていませんし、忍者だってここにはいませんって。もう勘弁してくださいよ。百人とさん、拙者はすでに他の忍徒から証拠を手に入れている。これら邪水区物は全てお主の店が売っているものだ。さあ吐け。お主はお猿忍者さんに惑わされたのか。お二人とも早く彼女に説明してくださいよ。私はただ生活費を稼いでいる勤勉な学生で、ニットさんなんかではありません。それはともかく、お前から買った猿が今も逃げ回っている。あれは本当にただのぬいぐるみなのか。生き物のように行動する邪水区別、まさに究極の忍びオートメーション。あなたたちお金持ちは本当に理不尽ですよ。そんな機能がついていたら、たった8800ルーサン兵で売るわけないじゃないですか。もう私に付きまとわないでください。苦学生を見逃すくらいいいじゃないですか。私は講義と物売りだけの日々を送ってるんですよ。この注文の対応でもう3日も休んでいないんです。バナナナ、フキ君、お客様にそんな喋り方をしてはいけませんよ。ウィルス話？私がどう教えたのか覚えていますか。お客様は神様なのです。いやいや、皆様よくお越しくださいました。この邪水、虫のような体を、下っ端邪水のようだ。はあ、今なんと、もう一度言ってみなさい、バナ。先生、お客様は神様、神様ですよ。ふほん、失態を演じてしまいました。皆様、どうやらウェルス学部の新製品について誤解があるようですね。お猿さんのぬいぐるみがやんちゃなのは、若い世代の消費者により多くの感情的価値を提供するためなのです。折り紙大学は一見賑やかですが、実際は多くの学生がそのバナナの皮の下に孤独を隠しているんです。彼らは太陽の時の情熱に適応できず、ピノコニーの生活にも溶け込めない。そんな彼らにとってバナナの木は最高の友達になり得るんです。お猿さんは自慢話をしませんし、闘争心もなければ君のものを盗んだりもしません。誰でも安心して心を交わすことができて、もちろん君の秘密もお猿さんはちゃんと守りますよ。なんと、もうこんな時間ですか。無教マーケティングの講義がもうすぐ始まります。バナ、では私はこれで失礼します。皆様、聞きたいことがあるのなら、講義が終わった後にまたお話ししましょう。私も講義があるので先に失礼します。また何かあったら私をお尋ねください。もう話を巻き込まないでくださいよ。これ以上聞いても無駄だろう。仕方がない、その講義とやらを見に行ってみるか。バナナナ、本当にマーケティングのコーナー。皆さん、よく見てください。これが今最も商業的価値のある流行文化バナー。考えてみましょう。なぜバナナレモンキーはピノコニーでバナナブームを引き起こせたのでしょうか。はい、そこの灰色の髪の君、え、なぜ君がここに。まあ、
いいでしょう。この質問に答えてもらいましょうか。まさにその通り。幸せな生活、これこそピノコニーの消費者たちのツボです。貧しい人、裕福な人、より有意義な生活を求めてピノコニーにやってきますよね。ですが、しばらく夢の中で過ごすと、彼らはより有意義な生活が空虚な言葉でしかないことに気づくでしょう。夢追い人は過酷な労働で倒れ、観光客もいずれはパーティーに飽きてしまいます。私たちが追いかける伝説の豪商やスター・オブ・ザ・フェスティバル、彼らの華やかな人生は遠すぎます。まるで別の世界にいるようで。しかし、バナーモンキーはそんな私たちに全く新しい道を示しました。彼らの日常に寄るほどはなく、ただ寝たりバナナを食べたりして過ごしています。これは純粋な幸福と言えるバナー。皆さんがバナーネモンキーをより深く理解できるよう、特別なバナーネモンキーのぬいぐるみを用意しました。ウェルス学部の学生は割引した上で、そこからさらに割引された価格で購入できます。バナシ、前回仕入れた商品はすでに売り切れました。朗報です。バナーネモンキーの人気は私たちの想像をはるかに超えていますね。フキ君、また仕入れに来てください。ぬいぐるみの販売はウェルス学部のノルマだったのか。だが、なぜ学生にこんなことをさせている。バナナ、残念だが、俺たちにこいつのバナ語は理解できない。一つ考えがある。この猿にクロックトリックは使えるか。ああ、任せたバナ。効果はあるようだ。俺たちをどこかに連れて行きたいのか。追うぞ。今日は一日中サルを追っかけてるような。あれは百花ニントさんと虫けら邪水さんだ。待て、まずは彼らの会話を聞いてみた方が良さそうだ。ウェルス話、私をここへ呼んだのは商品を下ろしてくれるからですよね。ですが、何もありませんよ。はあ、ドリームメイク話が次の商品を持ってくると言っていたのに、本当に頼りないです、バナ。それよりも、バナシ、彼らは本当に自ら猿になったのですか？もちろんですよ、フキ君。君にはお猿さんになる幸せが理解できないのですか？私は、よくわかりません。どうやら、君は講義に集中していなかったようですね。それとも、怪しい聴講生たちに非現実的な幻想でも吹き込まれたのですか？君はあの七死人たちがどれほど特別な存在なのか理解しているのですか？一方で君はカンパニーの支援を受ける辺境の星から遠路はるばるピノコニーにやってきた苦学生。彼らのように波乱万丈な生活は望めませんよ。そ
それは自分でも分かっています。私ごときでは彼らのような大物にとてもかないません。ですが私にもやりたいことはあります。もちろん私も理解していますよ。君は稼ぎたい、とにかくたくさんのお金を稼ぎたい。折り紙大学の学費はそれはもう高いですからね。中流階級の家庭にとっては高すぎます。バナン、ああ、そうだ、君のお父上もピノコニーに来たと聞きましたよ。仕事を変えて超過工場で一生懸命働いているようですね。感動的。バナン、どうして知っているのですか。バナバナ、実は数日前、お父上は君の近況を知りたくて学校を訪れたのです。私が自らもてなしましたがかわいそうに、あの年でよく思い切ったと思います。貯めた財産を使い果たし故郷を離れるなんて、彼の疲労と焦りをひしひしと感じました。ですから私はバナイクを施し、彼をバナーネモンキーにして差し上げたのです。そうそう、先ほど君が送り出した商品の中にお父上がいましたよ。驚きましたか。なんとあなたはなぜそんなことを。バナ、まさかこれが百科ニントさんの父上、百科村長さんなのか。なぜ。それは君のお父上が疲れ切っていたから。バナ、私は尋ねました。ここまで身を削ったことに後悔していますかと。すると彼はノーと答えました。ですが彼のバナナの皮を剥がした時、そこに見えたのは君が隠した自主退学の勧告書だったのです。ノー、忘れていました。バナ、君は救いようのない劣等生でしたね。ここで無意味に教育資源を貪るより、ウェルス学部の商品になった方がいささか値打ちがありますよ。バナナナ、君のお父上と約束したのです。君にも同じ幸せを与えると。フキ君、そろそろお休みの時間。バナ、そんな父さんまで諦めてしまったら、僕は何のためにここで頑張っていたんだ。父さん、ごめん、僕もう無理だ。バナ、フキの様子がおかしい、あいつを止めるぞ。虫けら邪水さん、百科ニントさんに何をした。レンジャー、なんでレンジャー。お主、自重してくれ。落ち着いてください。皆さん、まずは私の話を聞いていただいて。私はただこのかわいそうな学生を救い、別の身分を与えて幸せを感じてもらおうと思っただけです。お小遣い稼ぎはそのついでに過ぎませんし、ピノコニーでは特段珍しいことではありませんよ。皆さんには立派な身分と使い果たせないほどの信用ポイントがありますが、私の学生は何も持っていません。だからこの親子は私が与えたより良い選択を受け入れたのです。これは公平な取引、そうでしょ。銀河忍法帳にはこう書かれている。焼き鳥は氷の清らかさを知らず、刺身は炎の明るさを知らない。邪道に落ちることが百科忍徒さんの選択であるなら、拙者に干渉する権利はない。まあ、なんなんな、君は想像以上に話が通じる人のようですね。だがお主の言葉だけでは信憑性がない。だから拙者が確認しよう。百科ニントさん、これは
お主自身の意志なのか。バナ？どうやら答えられないようだ。ならば、百花村長さん、これはお主の意志なのか。バナ？でたらめばかりの邪推め。見ろ、彼らはお主の言い分を証明できていないぞ。何を言っているのですか。猿に人の言葉が消せるわけがないでしょう。つまりお主がしているのは苦しむ人から言葉を奪うことだというのか。馬鹿げている。悪魔は宝で計略隠す、虚無の地獄を浄土に見せる、稲取いざない網かかり、虚偽は善意で欲望隠す。騙された人徒を否定するつもりはないが、卑劣な計略を仕掛けた悪党は見逃すわけにいかない。覚悟しろ、虫けら邪推さん。ここから忍び遵守の始まりだ。さあ、時勢の句を読め。一体何を言っているのですか。バナシスタント、この方をボッコボコにしてください。お前たちの目的は何だ。なそれはもちろんバナーで復旧で人々に幸せを届けることです。バナー離れなさい。最悪の力、立ちなさい。呪術で忍者を邪推にするとは恐ろしいことだ。停止したようだな。どうもおかしい。先ほどの忍び戦では手加減していたが、それでも停止した。まさか裏で邪推を操っている者がいるのか。まあいい、邪推即斬であるべきだからな。だが百花忍太さんは。バナ、バナ、ニントさんは邪術を受けてしまったようだ。しばらくは動けないだろう。ランハ、そろそろレンジャーがピノコニーに来た理由を教えてもらいたい。飛竜忍者さんはすでに何か察しているのか。ずっと疑ってはいたが、今のを見てようやく確信した。巡回レンジャーの大敵、人を猿にしてしまう恐怖の科学者、お前が口にするお猿忍者とは原始博士のことだな。ご明察、お猿忍者さんはお猿忍者さんなのだ。天才クラブ会員番号64、原始博士。彼の本名を知る者はいないが、その悪行は銀河中の誰もが知っている。中でも最も恐ろしいのが人類耐火実験だ。実験に巻き込まれた世界はすでに数十に上る。彼が訪れる前はどの世界も星間航行ができるほど文明が発達していた。だが彼が訪れ去った後、その星々に残されたのは知能が退化した元知的生命体だけだったという。オムニックは機械に、ザスカー人は鳥に、さらに人類の文明も無残に滅ぼされた。かつての人類が猿となり、文明が残骸となった地をさまよっていたらしい。もし今回の件に原始博士が関わっているのなら、一刻も早く列車とファミリーに伝えなければならない。
それほどの規模となると俺たちだけでは手に負えないからな。手段を選ばない知恵の指令、少しでも対応を間違えれば恐ろしい結果になるぞ。 100% 正しい分析だ。しかし拙者の見解ではまだ調和幕府に救援を求めるタイミングではない。銀河忍法帳にもこう書かれている。漁網を投げれば魚と網の共倒れになる。お猿忍者さんは姿を現していない。敵もこちらも身を潜めている状態だ。木を蹴りつけて猿を落とすことになるのは良くないだろう。拙者はすでにシルバーガンシュラさんに禁断の地を調査するよう依頼した。安心してくれ、シルバーガンシュラさんは一騎当選の大任侠さんだ。きっとこの任務をやり遂げてくれる。だからこちらは折り紙村にいるニントさんの命を守ることを優先しよう。彼らには戦闘力がない。任侠として目の前にいる人々を救えずに天下を救うことなどできるだろうか。いや、できない。確かに学生たちを放っておくわけにはいかないな。おや、親愛なる演者諸君、ようやく見つけたぞ。なんと、ガマ忍者さん。おお、この演者のセリフはなかなか興味深いな。ミスターレック、何か用か？実はハーモニー学部で学園祭の宣伝ムービーを撮影しているのだが、バナシが満足する演者が見つからず、私自らポテンシャルのある学生を探すことになったのだ。例えば君、素晴らしい過去を持つスター、そして君、誰もが注目する大物の演者、さらにこの個性的な演者、諸君にはぜひ出演してほしいものだ。あのハーモニー話はバナーネモンキーの創造者の一人だ。諸君のような才ある若者でなければ彼女から寵愛を受けるのは難しい。わかった、ミスターレックの推薦に感謝する。俺たちでよければ撮影に参加しよう。そう来なくては。講義は撮影教室で行われる。ではまた後で。そのハーモニー話というのもおそらく黒幕の同僚だろう。それにあのミスターレックも一筋縄ではいかない相手だろうな。拙者も同感だ。飛竜忍者さんは思慮深いのだな。バナナナナ、バナバナバナナ。なんと嘆かわしい。もう少しの辛抱だ。拙者は必ずやお猿忍者さんを成敗し、お主らの忍者としての身を取り戻してみせよう。モンキーの5割の気だるさ、3割の可愛さ、2割のあざとさを全く表現できてないわ。私本当に全力で演技したのに、猿を演じるのって難しすぎるよ。失望よ。やっぱり演者を変えましょう。猿ちゃんへの熱い愛がなければいくら演技が上手でも意味はないわな。ハーモニー話、候補の演者を見つけてきたのだが、彼らを試してもらっても？あら、素養はあるみたいね。バナバナ、
私を失望させないでちょうだい。ふむ、この邪水はドラゴンなのか猿なのか。さ、いいえ、私はハーモニー話よ。ミスターレックに気に入られるなんていいな。プロの監督の目を信じてくれたまえ。では援助諸君、台本を手に取り、バナシにその才能を見せつけるのだ。バナーネモンキー以外のキャラは重要じゃないバナ。では配役を発表する。まずは主役の勇者モンキー。ミスターレック、私もう一度挑戦してみたい。バナバナ、あなたのパフォーマンスにはもうがっかりしてるのよ。いいじゃないか、この積極的な演者に最後のチャンスを与えよう。ちょうど勇者モンキーもこんなキャラだからな。次は勇者を導く賢者モンキー、炭鉱君。君の気質はこの役にふさわしいと思う。好きにしてくれ。最後は悪役のプレッシャー大魔王だ。そうだな、君に任せよう、ビッグスター君。矛盾を抱えた悪役を演じるのも、自由なセリフ回しを扱うのも、全て優れた演技力が必要だ。つまり難易度が最も高いこのキャラを演じきれるのは君しかいない。待った、拙者の役は。おっと、すまない、脚本にあるキャラは全て割り当て済みだ。だがナレーションにも演者が必要。ランハ君、君に任せよう。人侠である拙者がナレーションか、いいだろう。では演者諸君、準備ができたら始めてくれ。助監督のカメラはもう待ちきれないみたいだからな。準備はできたバナ？なら早くステージに上がりなさい。ミスターレック、撮影準備バナ。では位置について、3、2、1、アクション。光あふれる夢の大地、眩しく輝く最高楽譜、ド派手な宴、ここに開幕。ちょっと、あなた何を言ってるバナ？今のは忍びマントラだ。忍びパワーをまとった言霊でセリフを彩れば、きっと100倍素晴らしい映画になる。この学生、やっぱり頼りにならないわね。まあいいわ、バナネモンキー以外のことは重要じゃないから。では続けよう。人の心が生み出す妖魔、瞬く間に宴が昇華、笑い声が悲鳴に変わり、通りすがりの強者が助立ち。俺の番だ。傲慢で狂気に満ちたセリフを考えないと。くらえ、お前ら全員バナナ野郎だ。覚えとけ、折り紙大学はバナナ野郎のたまり場だ。不合格、下品すぎる。バナバナナ不合格。勇者モンキーは学園を救うヒーローなの。そんな弱々しいバナガを使うなんてありえないわ。ごめんバナ、もう一度やるバナ。
バナ、バナナ。無知なる邪推、悪しき言葉で苦痛をばらまく、怒れる胸郭、我こそはと剣を抜く。バナ、バナ。全然ダメね。サルちゃんはまだ魔王を倒す力を手に入れてないのに、なんでそんなに勇敢なの。ごめんバナ、もう一度やるバナ。バナ、バナナ。俺の番だ。サルを罵倒するセリフを言わないと。このクソ野郎、調子に乗るな。バナナが、おお、大嵐の神よ、なんと凶悪な言葉の刃か。忍者の悪辣呪詛よりも恐ろしい。不合格。これ以上汚い言葉を口にしたら校則違反で追い出すわよ。バナ。強者は地に落ち地辱を背負う。そこに登場、我らがマスター賢者の助言をもたらした。バナ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 ナ。あなたは、あなたのセリフに問題はないわ。次。お疲れ、炭鉱。今しめ胸に刻んだ胸郭、切っ先輝く廃れた宝剣。昨日の敗者は立ち上がり、行くぜ、今こそ悪を切る時。また俺の番か。今度は猿を挑発するセリフ、はあ、ああ、この前の時か。バナナ、また猿に来たのか、このクソ野郎が。この気迫、シルバーガンシュラさんも言葉が封印される前はお主のように勇猛なセリフを口にしていたのかもしれないな。マナーがなってないわね。不合格。バナナ。不合格、不合格、不合格。ミスターレック、撮影を中止して。彼らにサルちゃんを演じる力はないわ。待って、もう一度チャンスを。あのね、チャンスっていうのはそこら辺に転がってるものじゃないの。お願い、ミスターレックの映画に出るのは私の夢なの。彼の前でそんなこと言わないで。ギガクニントさんの演技には何の問題もないだろう。問題があるとすれば、それはお主の多すぎる文句の方ではないか。勝手なこと言わないで。あなたは彼女を採点するバナシ、それとも仕事を与えられる監督。演技の講義で学生の価値を決められるのはこの私だけバナ。ミスターレック、撮影を中止してちょうだい。演者を変える必要があるわ。撮影中止？いやいや、このシーンはまだ終わっていない。バナナナバナ。またこれか。まるで夢の中にいるみたいな。大丈夫バナ。バナイクの効果が出始めたようね。バナナ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 
さあバナーレモンキーに感謝しなさい。バナー、やはりこれも忍者の罠だったか。ドラゴンジャスイさん、拙者の両乱忍法に比べればお主の妖術など取るに足らない小細工に過ぎない。
あら、どうしてあなたは影響を受けてないの？ああ、教えても無駄な劣等生なのね。ドラゴン邪水さん、拙者の両乱忍法に比べればお主の妖術など取るに足らない小細工に過ぎない。拙者が皆を目覚めさせよう。両乱空手正気弾枠ハンドソード連撃式。銀河忍法帳にはこう書かれている。忍びハートは岩のごとく国風の前でも崩れることなく流言にも侵されぬ。義学忍太さん、自我を失わないよう気をつけろ。これって別のシーン？それともテーマが忍者映画に変わったの？いいや、今がクライマックスだ。ただ少し演者を調整する必要がある。ハーモニー話、今度は君が悪役を演じてくれ。何を言ってるの？撮影中止だって言ったでしょ。中止。カット。私がいる現場では私がルールだ。さあ演者の諸君、クライマックスのアクションシーンでこのダサ作を救ってくれ。望むところだ。わかった。劣等生たち、講義のルールを守れないなら私が更生させてあげる。バナシスタントたち、かかりなさい。この時強者は忍者の覚悟を知った。邪悪な言葉が飛び交う中でも彼女は二度と歩みを止めない。正義の刃で邪水を切り捨て自由な学府の縛りを破れ。え、何何？私も戦うの？私は世界のお荷物になる運命なの。風に吹き飛ばすバナーレモンキーになって猿の幸せに浸ってなさい。うん、ふざけたこと。みんなそこで死ぬ。静かな友人は因果を立てるわけではない。いいな、むしろ我らが因果を立たねばならぬのだ。ここで深淵を迎えよ。はっ、落ち着いて。いずれ風に吹き落とされる。さようなら。悪言関係邪水の謀略、天中命中、忍者の活躍、強者が楽譜の災禍を払い宴は昔の姿に戻る。さあ義学忍太さん、最後の決め台詞を読むんだ。バナじゃない。卑劣な邪気め、貴様の悪言ごときで義学忍太を倒せる忍者の大勝利だ。こいつも止まったようだ。どうも誰かが裏で糸を引いている感じがするな。それでガマ忍者さん、そろそろ説明してくれないか。諸君も気づいていたのか。ではストーリーを次のチャプターに進めよう。この折り紙大学で起こっている悪について。君たちはミームウイルスを知っているか？
ミームウイルス。それがバナーネモンキーの正体なのか。ああ。ミーム汚染は一種の電波現象で情報粒子に影響を与える。簡単に言えば、汚染されたものの特定の物事に対する感覚と認識を別のものに変えてしまうんだ。まるで映画のエフェクトのようにな。ミームウイルスは言語、音楽、動画などを通して伝播していく。そして人間とは自然と未知なるものに好奇心を抱く生物。ゆえにそこをウイルスにつけ入られてしまうんだ。たとえ現実世界であろうと、ミーム汚染は人間の思想を変えられる。それが夢の世界ともなれば、人が猿になる悪夢くらい容易に作り出せる。つまり忍者は邪推たちに娯楽に見せかけた媒体を広めさせ、忍徒たちの心に邪術の種を植え付けた。そして教師の座を奪い、忍徒を虐げ、心の中の邪術を発動させたということか。それが繰り返されれば、いずれ折紙村のすべての忍徒が邪推に同化され、忍者の傀儡になってしまう。なんと無情、なんと無慈悲な陰謀なのだ。あなたたち何の話してるの？それもセリフ？この演者のセリフは少々難解だが、ストーリーの大まかな流れとしては合っている。ガマ忍者さんはとっくに真相を見抜いていたのだろう。なぜ今まで行動を起こさなかったのだ？私は一階の監督に過ぎないからな。軽率な行動は控えるようにしているのだ。恐ろしい悪役を倒すには、諸君のような力のある主役に活躍してもらわなければ。このバナシたちを任命したのは学長代理のバナフェッサーだ。ここで私の話を聞くより、学長室に行って直接説明を求めた方がいい。これからのストーリーを楽しみにしているぞ。これからも私の出番はある？私の作品に出演したいのだろう？それならこちらに来て好きな脚本を選んでくれ。本当？やったー！天守閣で退治する時が来た。ことは一刻を争う。皆の者、忍び奪取で移動するぞ。